はここまでだ。消えよ。カウンターパニッシュ、パニッシングファイトファイヤー、水ファイヤー。何の真似だ、不要と言ったはずだ。てめえこそ何の真似だバカ野郎。ドキ、どいてほしけりゃ力ずくでどかしてみるんだな。俺はこんなことをさせるために七つの大罪に誘ったわけじゃねえぞ。覚えているか、我らまだ己の力を使いこなす術を知らず暴走していたあの頃、何度貴様にグーの根も出ぬほどに叩きのめされたことを。おこがましくも貴様はその小さな体を張ってサンシャインを使いこなす術を我に教え、生意気にも貴様は孤独だった我に心地よい居場所を与えた。貴様にわかるか、それがどれほど嬉しかったか。エスカノール、闇の獣よ、奴らの族をえぐり出し食らい尽くせ。我はもうずっと己の心に誓い続けていた。エスカノール、かつて手放そうとしていた命、貴様のために、仲間のためにかけることは。お前が俺たちのために命を張るってなら、俺たちもお前のために命を張るのが筋ってもんだろ。そういうことだ。君はとっくに一人じゃないんだ。貴様ら、行くぞ。マリ、バン、ゴーセン、キング、ディアンヌ、団長、ユルセ、我はもはや後には引けぬ。よって今から貴様ら全員に命令を下す。我も共に戦うことを許してください。俺たちは最後の最後まで仲間だ。害を出る、正気が兄だ。そんな行為を父上が許すと思うのか。勝手に出ていけ。俺はもう貴様を兄とは思わん。次に会う時は敵同士だぞ。面白い。そん時は遠慮なくやらせてもらうぜ。俺は花からお前を弟だなんて思っちゃいねえし。どうだ、思い出したか。俺が貴様の信じようとしている兄の本性だ。お前は騙されている。今さらこんな見学に動じると思ったか。
頼む。脚色するならもっと上手くやる。あなたがどれだけ嘘を並べたけようと、もうメリオダスの本心は十分に知る。俺が勝手に裏切られたと思い込んでいただけだ。ねえ、ヤヌ、それはお兄ちゃんに面と向かって言ってやるべきだな。それはまだ、ここの準備が。じゃあ、代わりに私が言ってやめようか。ダメだ！やめてくれ！愛する息子をこの手にかけたくないという親心がわからぬとは、愚か者めが！愛する息子、正直、俺はあなたから一度たりとも愛情など感じたことはない。この後に及んで泣き落としとは落ちたな、父上。調子に乗るな。貴様ごときに魔人王が遅れを取るとでも。今の実力ではあなたやメリオダスには劣るかもしれん。だが、ここは青春世界だ。ならば俺にも十分勝機はある。メリオダスに何にも耐え難いものがあるように、俺にも絶対に譲れぬものがある。女にふぬけるような軟弱者にこの魔人王が屈すると、抜かすか！あなたには理解できまい。誰かを愛し愛される喜びが強大な力を生み出すということを。今のはメリオダスに言わないでくれ。はい、父上、今あなたのプライドは崩れ去り、心は弱まっている。その理由は明白。大敗北を喫したメリオダスに再び魔人王たる自分が負けようとしているのだからな。魔人王が二度負けるだ。貴様に外の状況は見えておらぬはずだ。わかるさ。俺は兄者を信じているからな。お見逃せねえや。ゼルドリス、貴様まで本気でこの父を。言ったはずだ、あなたを倒すと。ゼルドリスから分離しかけているんだよ。ゼル！あなたの器は手放してなるものか！残念。ほらよ。ナイスボン！サンキュー。アバディング10杯おごりね。よかった、ありがとう。本当にゼルドリス、やったな。お前は親父に勝ったんだ。当然だ。さてはお前、相当なおっぱい好きだ。
精神内でも顔をうずめてたもんな。違う。手当たり次第に動植物たちを取り込んでる。それだけじゃないよ、岩山まで。アーリー、奴の目的は間違いあるまい。メリオダスとゼルドリスに拒絶された今、ブリタニアの大地そのものを自らの拠り代にするつもりだ。揺れが収まっている今のうちにリオネス城へ避難するんだ。あれは神社がするなよ。か英雄ホーク様が到着する前にあいつらみんなやられちまう。ホホ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 。逃げるんだぞ、メリオダス。エレン様、俺たちみんな死んじゃうの？クソ、どうしたらいいんだ。リュウ、最後まで俺はあなたと一緒です。ベロニカ様、何もかも終わりじゃ。ブリタニアに住まう者どもの恐怖に歪んだ顔が目に浮かぶわ。全ては罪深き貴様らの愚行が招いた結果だ。罠なき定冠せよ。魔人王に歯向かった罪は何よりも重い。何だすか。なぜだ、なぜ。この勝負、もはや父上に勝ち目はない。僕はみんながいるから怖くなんかない。悪いね、この後挙式の予定が入ってるんだ。しつこい親父は嫌われるぞ。だいぶ体が崩壊しているぞ。間に合わせの代用品ではそれが精一杯か。ここがマックスマシンゴア。つうか、さっさとぶっ倒そうぜ。みんな、行くぞ。